皆さんこんにちは。レクミーライブオン YouTube フルステージです。この時間はユニリバ様にお越しいただいております。バスマン様、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日はですね、2つのコンテンツをご用意させております。まずですね、前半パートのところで企業説明が約15分、後半パートのところでは、皆様からいただいた Q&A を20分お答えさせていただく、計35分で進めていただき、参りたいというふうに思っております。せっかくのライブ配信なのでですね、ぜひ、ユニリバ様に聞きたいこと、ございましたら、チャット欄のところからですね、どんどん質問していただければというふうに思っておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。はい。それではですね、早速企業紹介の方に、移れればというふうに思いますので、パワポの準備のところ、よろしくお願いいたします。はい、バッチリ映っております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。本日はユニリーバのオンラインの、セミナーのところですね、お越しいただきましてありがとうございます。今ですね、まあ、コロナウイルスの流行でいろいろ大変かと思うんですけれども、私も実に7ヶ月ぶりにオフィスに出社して、今日はオフィスから配信をさせていただいております。よろしくお願いいたします。で、ユニリーバがすごく大切にしている言葉が、パーパスっていう言葉なんですけれども、これは人生の目的ですとか、その自分の存在意義、人生で何を成し遂げたいかっていうことを指していて、ユニリーバではこの概念をすごく大切にしているんですね。今世界中でもすごい変化も起こっていますし、先が見えづらいとか環境問題もいろいろあったりする中で、皆さんが、まあ、社会人として働く意味だったりだとか人生の目的っていうのを、まあ、考えてほしいっていうふうにすごく思っていますし、社員にもそれを伝えております。なので今日ですね、このセッションを聞く上で、なんとなく聞くっていうよりも、ぜひですね、もう目的意識を持って、ユニリーバっていう会社が自分のやりたいこととどういうふうにマッチしてるんだろうとか、そういった目線で聞いていただければいいかなっていうふうに思っております。ちょっとユニリーバの簡単な動画がありますので、ぜひご覧ください。Job titles, they're not a big deal these days. Not to us, anyway. Because we know that you're much more than just a few words. You've got spark, ambition, drive, passion. You want to feel proud of what you do and make others proud of you too. You want to make a difference in the world and have real impact. Whether you're a human spark igniter or a green planet saver,or developing your career as a disruptive digital leader. You know what you care about, and you put it first. Because what matters most is what you do. We put labels on our products, not our people. So bring change, make an impact, and be inspired to be your best self. To us, you are more than your job title.でですね、ユニリーバの紹介をちょっとお分けしたところで、まず私の自己紹介をさせていただければと思っております。名前はバスマジェシオリと申します。純日本人で、夫がハーフなので、ちょっと名字がバスマジェっていう名字になってますが、私はですね、2012年に新卒でユニリーバに入社をしておりまして、今は人事の仕事をしてるんですけれども、当時は営業職、カスタマーディベロップメントの職種でユニリーバに入社をしています。で、2015年に自分の希望でですね、人事の方に移動してまいりまして、で、日本の新卒採用にもうすごい違和感を持っていたので、それを変えてやるぞっていうことを目標に新卒採用に従事していて、現在のですね、ユニリーバの通年採用制度 UFLP365 の戦略策定と実行になっていました。あとですね、私すごく全ての人が当たり前の権利を得られる世界っていうのを目指したいっていうのが自分のパーパスの中にも入っていて、ダイバーシティ担当者として LGBT 向けの制度設計や改革なども行っていたりですとか、今は障害者雇用のところでの
戦略を作っていたりもします。でプライベートではですね、1人2歳の子供がおりまして、昨年の5月に産休育休より復帰して、ビジネスパートナーですね、営業好きの人事として組織作りをしていたりですとか、引き続きダイバーシティ担当っていうところもやっています。今日はよろしくお願いします。ユニリーバなんですけれども、世界最大級の消費財メーカーで、毎日190カ国で25億人もの方が製品を使用してくださっています。また400以上のブランドを育成開発しておりまして、そのうち13のブランドがユニリーバジャパンでも展開をされております。でユニリーバという会社ができたきっかけなんですけれども、ユニリーバの歴史が1880年代にイギリスで小さなサンライトソープっていう石鹸があったんですね。でこれ 何かっていうと、そのウィリアム・ヘスケス・リーバ教っていう、これ全然名前覚えなくていいんですけれども、っていうすごいお金持ち の、まあ、あの創始者、ユニリーバの創始者なんですけど、この人がいて、彼はですね、イギリスの衛生環境にすごく不安を持っていたんですね。例えば小さな子どもたちが、肺炎だったりとか下痢などの病気にかかって5歳まで生きられないっていうことがすごく社会課題になっていて、なので、まあ、高品質でなおかつ求めやすい価格の石鹸としてサンライトっていうソープを発売して、体をきれいにするとか家をきれいにするっていう新しい喜びを届けて、イギリスの暮らしを大きく変えたんですね。で彼の言葉に、石鹸のような小さなものにも未来を変える大きなチャンスがあるっていう言葉がありまして、この言葉がですね、未だにユニリーバの DNA にすごく引き継がれています。でその DNA がどのように引き継がれているかというと、ユニリーバの企業の指針、これをですね、企業の指針などでユニリーバではコンパスと呼んでいるんですけれども、このコンパスでは私たちのパーパス、サステナビリティを暮らしの当たり前にの下ですね、3つの信念が記されています。1つ目がパーパスを持つブランドは成長する、2つ目はパーパスを持つ企業は存続する、そしてパーパスを持つ人々は成功する、この3つですね。でこれを指針に、世界により良い変化をユニリーバとして起こしていきながらビジネスを成長させていくということを目指しています。で具体的にどんなことをやってるかっていうと、例えばユニリーバのブランドはただのシャンプーとかただの紅茶じゃないんですよね。先ほど400を超えるブランドがあるっていうふうに言ったんですけれども、一つ一つにパーパスがあるんです。例えばラックスっていうシャンプーのブランド、皆さんご存知かと思いますけれども、こちらは Shine with no limits、 女性の活躍を推進するっていう目的を持っているブランドだったりとか、ダブっていうボディソープだったりシャンプーだったりのブランドは、次世代を担う若者の自己肯定感を向上させたいっていう意識を持っていたり、例えばリプトンであれば紅茶を通じていろんな人がですね、一緒に紅茶を飲むことで大切な人との確かなつながりを作る。なのでですね、ユニリーバの各ブランドにはただただ商品を買ってほしいっていう思いだけではなくて、一つ一つのブランドを通じて社会課題を解決したいっていう思いが込められています。で特にですね、まあ、この新型コロナウイルスの状況下でもユニリーバーはいろんな取り組みをしておりまして、例えばダブは石鹸を持っていますので、まあ、手を洗うことによってケアしようというところで Wash to Care というキャンペーンをさせていただいてたりですとか、まあ、ブランドサイトにも家にいるロゴ、ちょっと見えますかね、ダブの鳩がお家にいるんですけれども、こういったロゴに変更していたりですとか、あとは NPO 団体を通じて、まあ、お医者さん、看護婦さんですとか保育士さん、シングルマザーの方々などに正規の寄付をしていたり、あとはリプトンですね、こちら大切な人とのつながりを持つっていうふうに伝えたんですけれども、なかなか人と会うことが難しいっていう今ですよね。なので心と心でつながりましょうっていう茶中見舞いっていうのをキャンペーンとしてやっていたりですとか、こういったですね、まあ、社会がいろんな課題を抱えている中で、いかにこのブランドを通じてそれに応えられるかということをすごくユニリーバは大切にしています。で今日ちょっと時間がないのでビデオをお見せしないんですけれども、ダブ、私このダブにもすごく共感してるんですよね。でダブが、2017年に自己肯定感に関する世界の調査レポートっていうのを行ったんですけれども、日本の10代の少女のうち自分の容姿に自信を持っている人はわずか 7% っていうふうに言われています。これ世界で最も低いんですね。なので、ユニリーバでは例えばガールスカウトですとか学校と一緒に提携をしてワークショップなどをすることで、
幼い時から自分の容姿に自信を持つ、ありのままの自分が美しいんだよっていうことを伝えるようなキャンペーンを行っていたりもします。ぜひダム の動画いろいろ YouTube に載ってますので、ぜひご覧いただければと思います。次にCompanies with Purpose Last っていうところなんですけれども、まあ、ここはサステナビリティのところですよね。ユニリーバーとしてサステナビリティの取り組みすごくやっておりまして、例えば再生プラスチックを2020年末、今年末までに 100% 再生プラスチックに切り替えていくですとか、この SDGs、皆さんよく最近聞くかなと思うんですけれども、この SDGs の策定にも結構ユニリーバーは関わっておりまして、で社内でもですね、今このオフィスも 100% 再生可能エネルギーで運営していたりもします。そして People with Purpose Thrive ってところなんですけれども、パーパスを持つ人々は成功するっていうことで、一人一人が自分のパーパスを持ってるんですよね。なので今ってすごいワークライフバランスって言われますけど、特にこのコロナで皆さん気づいてるんじゃないかなと思うんですが、ワークもライフの一部だっていうユニリバでは考えています。なので自分の人生を全部見たときに、どういうふうに働きたいかとか、どんな時間帯で働きたいかとか、そういうのって自分が全部一番分かってるって思ってるんですよね。なのでワーっていう制度を取り入れています。ワークフロムエニウェアアンドエニタイムっていう制度でして、朝の5時から夜の10時までの間であったら、働く時間場所もう日本全国世界でもにどこからでもいつの時間でも働けるよっていうような制度で、それをしかも自分で設計できるよっていうふうにしています。なので例えば今日もですね、私とかも、この配信が終わったらちょっと会議に出て、その後ちょっと早めに帰って、金曜日だしちょっと友達と遊ぼうかなとか思ってるんですけど、そういうのも自由にできます。そうですね。そしてちょっと駆け足で選考プロセスの話もしていきたいと思うんですけれども、これ私が導入したこともあってすっごく思い入れを持ってるんですけれども、やっぱり就職活動ってなんかものすごく、限定的に今なっちゃってて、まあ、決まった時期に会社が求めてる人に自分を当てはめて、なんとなく全員同じ色のスーツ、同じ髪色にして、こうなんか自分じゃない人を演じなきゃいけないような気に皆さんなってるんじゃないかなっていうことをすごく懸念していて、あとやっぱり過去のことばっかり掘り返して、あの時留学しとけばよかったとか、そういうことばっかり考えている、なんかそういう就活をすごく変えたいなって思ったので、この UFLP365 っていうのを取り入れています。これはですね、大学1年生から卒業後3年間自由にですね、いつでもどこからでも365日ユニリバに応募できますっていう制度になっています。そしてですね、選考過程も、取り繕っていただく必要がなくて、ありのままの自分の良さや強みを大事にして、未来に向かってどんな自分になりたいかとか、何がしたいか、それが会社にマッチしているかっていうのをテクノロジーと人を使って見ていくっていうプロセスになっています。でこれ365日応募ができて、いろんな試験じゃないの、面接、デジタル面接だったりとか受けられるんですけれども、内定出しのタイミングは年に3回になっています。でこのあたりはですね、ホームページなど見ていただければ詳しくも載っていると思いますので、ぜひご確認ください。で採用のプロセスなんですけれども、まずウェブ登録、これ365日携帯からでもできます、していただいて、まずゲームの選考をしていただくんですね。でこれすごい面白くてですね、本当にゲームなんですよ。でこのゲームを通じて、考え方の傾向だったり、応募者の方の能力や性格っていうのを見ていくことで、今ある能力っていうよりも未来のポテンシャルっていうのを AI とかを使って見ていきます。で2次のデジタル面接ではですね、ユニリバ独自の課題をハイヤービュー社さんのプラットフォームを活用して話していただいて、最新のテクノロジーを使ってポテンシャルを見極める内容になっています。でその後ディスカバリーセンターといって、もう丸1日がかりの本当にありとあらゆる職場、会社員、ユニリバの会社をフルで体感するっていうものをやってもらって、面接、最終面接があって内定というプロセスになっています。今現在は11月12日までが冬選考の一旦締め切りになっていますので、ぜひご興味あられる方は11月12日までにウェブ登録をしていただければと思います。そうですね。で、ユニリーバではですね、現在そのマーケティングとサプライチェーンとカスタマーデベロップメント職っていうこの3つを、随時募集をしておりまして、時折ですね、ファイナンスみたいな職種も、応募を受け付けております。
で、春にですね、ちょうどファイナンスの応募がある予定ですので、もしファイナンスを受けられるっていう方がいらっしゃいましたら、冬選考はちょっと一旦待っていただいて、春選考に向けてちょっと準備をしていただければというふうに思っております。で、このそれぞれの、仕事の仕方については、ユニリーバーの YouTube チャンネルで、本当にすごいたくさんですね、社員が出てきて、いろんな仕事のそれぞれの話をしておりますので、ぜひそのあたりをご確認いただければと思っております。はい。で、今 YouTube っていう風に言ったんですけれども、YouTube 以外にももちろんホームページや Facebook、そしてですね、新入社員が、更新している Instagram などもありますので、ぜひ、新入社員の紹介なども載っていますので、ご確認いただければと思います。で、最後にですね、駆け足になってしまったんですけれども、皆さんへのメッセージを送りたいと思っております。まあ15分のすごく短いプレゼンテーションだったんですけれども、多分なんかすごいいい会社だなとか、キラキラしてるなとか、なんか人事だから多分綺麗事言ってんだろうな、この人とか、いろいろ思ってるんじゃないかなっていうふうに思います。でもですね、本当に正直ぶっちゃけて言えば、全くそんなことないです。すごいいい会社なんですけど、まだまだ道半ばだなっていうふうに私たちも思っています。で、社員一人一人がそれぞれ社会を良くしたいなと思っていても、まあ、日々の業務でいっぱいいっぱいになることもありますし、自分のパーパスってなんだっけって考える余裕がなくなってしまうことも結構あるんですよね。で、サステナビリティもグローバルではすごく進んでいるけれども、まだまだですね、日本では例えば最近やっとプラスチックバッグの廃止とかが起こっていますけれども、まだまだやっぱり消費者の皆さんとか小売店のマインドを変えていかなきゃいけないっていう難しさもあるなっていうふうに思っています。でもそれでもユニリーバの存在意義はサステナビリティを暮らしの当たり前にするっていうことで、それは変わることは絶対にないですし、私たちの DNA に深く刻まれているんですね。だからこそここから、まあ、今から一緒に会社とかの未来とか日本世界を変える皆さんを私たちは求めています。ユニリーバでは25億人の方が毎日製品を使ってくださっているというふうに申し上げたと思うんですけれども、この25億人の消費者の未来を一日一日変えるチャンスがあるというふうに私たちは思っています。なのでぜひこの25億回のチャンスを一緒に掴む方々を募集しております。お時間ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。以上ユニリーブ様の企業説明のコーナーでございました。